ばんは。あ、出た、嘘だよってやつ。なにこれ、みんなして私に嘘ついてるの？みんな嘘つくの？もうエプリルフールじゃないから、ただの嘘つきです。なに、誰やかと。だからさ、なんかさ、みんなさ、嘘タワーがみたいなの見てさ、え、どういうことみたいな思ってたけど、こういうことね。嘘だよ。でも嘘だよってちゃんと言うの偉い。嘘をついちゃった時はちゃんと嘘だよっていうのが大事です。特にね。偉い子ですよ皆さん。人をね、傷つけない嘘は良いですよ。梅ちゃん嘘ついてないですね。なんかエイプリルフールだから嘘つこうみたいなの、あんまりね、なんだろう、エイプリルフール、嘘が思いつかなかった。あんまり見る点、見る点、どっちでも大丈夫です。見る点って自分では思ってるけど、見とると手とんで呼んでいただけることが嬉しいので、そう、ツアー栃木、そうだそうだそうだ、栃木公園と千葉の、まさやさんありがとう。そう、あのツアーの申し込みが始まったので、まだ東京とかも、あれ始まってないか、ん、東京は終わったかも、あれなんですけど、ツアーの栃木公園、千葉公園が始まった、あ、危ないので、ぜひぜひお越しください。あう、今日私は餃子を買いました。そう、今日はね、ああダメだ、大人っぽくなったのは多分メイクが薄くなったからだと思う。まあリップの色とか、あーもうダメだ、あーちょっと潜らないといけなさそうなので、配信終わったら潜ります、机の下に。そう、メイクがね、前ほどなんかゴリゴリじゃないからだと思う。もうそう、今日はそう、お友達とね、チャオカフェに行ってきたの。すごくない？あれ、私缶バッジどこに持ってきたっけ？あった。そう、これは俺様キングダムというお話。これはキラリンレボリューション、このね、キラリンを意識しました。やったー、かわいい。危ない危ない、今日は手元が。恋かなピンときたら成功いかないって、直接的な言ったり聞いたりだって止まらないで、いつか欲しい、お、A がいて奉仕になりたい。にゃ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 、ミルちゃんの家重力強め。そうそうそう、だからハッピー、にゃ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 
ラブ。マサヤさん、え、ダブルタワーありがとうございます。じゃあ仲間たち連れてくるね。ありがとう。そうで、チャオカフェをそう楽しみで、そのなんかチャオカフェのところには、あのとちまるくん、あのとちまるくん栃木のね、なんかお店があって、お土産とかがトリプルタワー、え、ありがとう、大丈夫、本当に大丈夫、ありがとう、手が滑ったとかじゃない、大丈夫、ありがとう。じゃあいっぱい仲間連れてくるね。そう、あ、やばい、お風呂が沸いちゃった、恥ずかしい。はいはいはい、そう、そんな感じで、そう、お友達と餃子をお揃いで買って帰ってきました。そう、それであれが楽しみになった、ツアーの栃木が。ポワポワフスティンちゃん、そう、イエイイエイ。ぜひぜひお越しください、皆さん、ツアーすべてすべて一緒に完走しよう。ももちゃん、くまみみ、むつきちゃん、くまみみ、くまみみ、ありがとう。そう、そして先ほどはマルカートのミュージックビデオが公開されましたね。本当にかっこよすぎて、大拍手大拍手大拍手すぎて、もうね、本当にあの感動しました。もうね、そのリハ映像とかをこっそりと見させていただいたりとかね、練習してるとことかも見てたんだけど、4人が本当にかっこよくて、ニャ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 、すごすぎ。パジャマじゃないよ、かわいいよ、洋服だよ。パジャマだったとしてもかわいいでしょ、かわいいって言って。そう、そう、もう語尾にかわいいをつけたいくらい、かわいい世界で生きていきたい。そう、本当にみんながすごすぎて、私ももう大好きな曲で、なんか道歩いてる時とかみんなのユニット聴きながら歩いてて、本当にみんなが最高って感じ、本当に最高最高。アルバムね、本当にもうありがとうございます、最高ですって感じ、本当にね、ラブですね。なー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 、どこだっけ、なー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 、あそこの英語すごすぎ、なー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 、え、私マルカートは本当に踊れません、絶対に、本当に見させていただきたい。もしね、本当にもしそのような機会がね、今後本当にもしね、分かりませんよ、何もあったとしたら、本当にもう本当にもう、もう寝ないで踊ります。本当に絶対、本当に難しいと思う、あれ本当に難しいと思う、本当にすごい、本当にすごいです。私のできない動きがあのギュッと集まっている、すごすぎる。オーピーさん、くまみみ、ありがとう。
ねえ、だって足とかの向きとか膝の角度とか全部ねえやばいよ本当に。体の重心とかがもうね毎秒違くて本当にすごくてすごくて。でもユニットみんなのユニットのダンス難しいよ。ピオニーズもすっごくねちーちゃんと一緒にいっぱい練習したし、他の曲全部そうだけど全部難しいから全部全力でやってます。カーテンのリボン、やった、そう、可愛いでしょ、お母さんが作ってくれたので、昨日はうたコンにも出演させていただいて本当にありがとうございます。とても緊張しました。もう心から大尊敬する皆さんと一緒に出演させていただけて、もう感謝の気持ちでいっぱいです。ねえ、オーケストラも全部すごくて本当に、私もともとその歌コン大好きで、そのノイミ入る前からもう火曜日はという感じで、火曜日あの曜日昨日火曜日なってる、そうという感じで本当にね、もう自分が楽しみにしていた、いつも楽しみにしてた番組に、そう家族で毎週見てたから嬉しかったし、もうお風呂も空きましたしね、そう嬉しかったです。はい、感謝の気持ちでいっぱいです。おばあちゃん結婚して、うううううありがとう。そう、そうだよ、みるちゃん手にタワーをくださった方のお名前を書いてるよ。今日自分でハーフツイン頑張ったの、雨降ってたからちょっとここうねっちゃったけど、お風呂はねとっても入りたいけど、今日はみんなとお話ししたくてショールーム始めた。今日は夜もんじゃ焼き食べたよ。そう、頑張った。でもなんかもう最近いっぱいね、食べたいもの食べたいもの全部食べてる。しかも朝ごはんなんて手羽先だよ名古屋でお土産に買ってた手羽先のやつ食べて、もつ鍋、もつ鍋はちーちゃんとはもう何回も言ってる、何回も言ってるけどまだまだ食べたいの。ちーちゃんも二十歳になりましたねー、キキキキキねー。そう、ほんとにみんなさ、なんかたまにすごいさ、いろんなメッセージをいただくけどさ、優しい言葉もぐさりな言葉も、そう、おみるちゃん本当にいっぱい食べてる、いっぱい食べてるっていうか多分元の胃がすごく小さいのはあるんですけど、そう、もともといっぱい食べられる方じゃないからさ、特典映像のチャーハン大盛りチャーハンの回を見ていただけたら分かるんですけど、自分の、あの胃のキャパはちゃんと腹8分目って感じで生きて、たまに10を超えっていう感じで本当に生きてるんで大丈夫です。だし大事なお仕事の前に調整はそりゃするけどね、安心してください。昔高校生の時はめっちゃ頑張ってたけどね、本当にかわいそうなくらい、本当に本当にかわいそう、かわいそうすぎる感じの食生活してたけど、
もう最近は食べたいものを食べたい時にちゃんと食べているので、そっちの方がなんか痩せたしだからみんなも好きなものを食べましょうねたぶん体質な気がする。そうだからさ、今さ、そうなんかあんまりさ自分を追い詰めてなくて楽しくね生きてる中で、なんか怖いとかいうの時、言葉をねちょっと見ちゃった時に、みんななんかみんなを怖がらせたくはないんだけどなって思って思いながら、あのご飯をもぐもぐ食べてましたよね。高校生の時は多分さ、年もあるかもしれないけどね、何食べてもプクプクちゃん、まあ、プクプクではなかったですよ、顔がプクプクしてたんですけど、だって小学校くらいから私の人生的にずっと体重がほとんど変わってないんですもん。そうだからもうそういう人なんだと思います、私は。だからこうなりたいって、こうならなきゃってなんか誰かに思ってほしくないし、おみろちゃんもおみろちゃんらしく生きてるから、みんなもみんならしく生きてほしいなって思います。でも人参は最近食べられるようになったよ。イエイイエイ。そう、でもそう悔しいのは、たまにあのミルテンはちょっとあのなんか全身を見ると想像と違ったみたいな、やっぱ顔が丸いらしい、本当に三遊くん、もう本当に肩幅が小さいのも、肩幅をもっとねいかつくしようかなっていうのを本気で考えるくらいにはあれなんだけど、そう肩幅があまりにもね、ちょっとお狭で、でプラスで顔がちょっと丸いから、本当に私もね本当にどうしたら、もう骨はね頑張って痩せたらね、骨はここまではいけるんですよ。でもここまでになったらおみるちゃんあまりにもあの怖い、あのねギュインギュインだからだからもうちょっと今がちょうどいいんじゃないかなって、最近みんなに可愛いってちょっと言ってもらえるようになったからうん、あとはちょっと肩を頑張ってご意識しようかな、おって、そしたらちょっと遠近法で頑張れるかなって感じで。悔しいですよね、いかなる場面でも可愛くありたいですよ。そう、あとはのえみーちゃんが顔が小さすぎる、本当に本当に、もしねどんなもんよって気になったら対面話し会に、いやライブにいらしてください。そう本当にもうね、結構みるちゃんはちょっとしたきっと悪気のない言葉でもめっちゃ考えちゃう、みんなそうだとは思うけど、そうだから、でもみるちゃんのことを大好きでいてくださる皆さんは本当に優しいからさ、もうさ全部のてか本当に言葉を逆に考えすぎてくれちゃうんじゃないかってくらいお優しいから、もう本当にありがとう、助けられています、本当にありがとう。でも気にしないもん、伝わってるよ、本当に本当に思うの、本当に本当にあのみんな優しすぎる、本当にありがとう、みんなのおかげでね生きていけるの、本当にもうさ本当にさ、なんか私は本当にさもうなんだろう、よく本当にでもどの人生においてもだけど、なんか本当にこういう性格なんですかって思われがち、ちょっとひょうきんなのかな私って、わからない、愉快すぎるのかな、わからないけど、本当に家族の前でもこう、家族の前だともっともしかしたら開放的かもしれないけど、そう本当にこの性格生まれ持ってずっとこういう感じで生きてきたから、うん、
初期の頃はちょっとね、あのどういう自分でいなきゃいけないんだろうとか考えちゃったけど、もう今のこれが本来のミルちゃんだからっていう感じですね。自分らしく生きていきたいものですね。でもそうそうそう、これが大事なのよ。なんでおめえちゃんがその初期の頃のようにこうあらなきゃ、みさきちゃんくんまみみありがとう、そうって思った、慣れた本来の自分を出せるようになったかというとね、本当にみんながたくさんたくさんね褒めてくれたりとか大好きって言ってくれたりとかねするからなの。それで安心できたの本当に。だってさ、家族の前では本当の自分でいられるじゃん。だからみんなはみるちゃんの家族くらい本当に優しくってあったかくて、あのね、おみるちゃんが安心する場所なの。クリスク食べていいですか、ちょっとスースーしたい気分。そう本当にみんなが大好き。ありがとう。オンライン申し込んだ、やったー、キャンチ守りたい、この笑顔。うーんMV 見たよ、マルカートの。もう何回見たか分かんないよ本当に。一回でも4人分ちゃんと見たから4回は最低。みんなかっこよかったね本当に。え、フリスク噛んでも歯かけたことないよ。私好きなお菓子フリスクなんだよね。なんかもうね、きっと本来の目的もあるとは思うんですけど、フリスクの味が好きなんだよね。飴舐めてるみたいな感じ。イチゴ味とかもあるんだ。私は一番スースーするやつだよ、黒の。チョコミントは食べられないのに、あのね、フリスクのは大好きなの。生きがい、イエイ、ありがとう、嬉しいよ。かわいい、フリスクおそろい、フリスクおそろいにしよう、いいよ。確かに花粉症の皆さんとか結構おすすめですね。明日新クラス発表、え、可愛すぎなんだけど本当に。え、でもさ、チョコミントいつか人生においては食べられるようになりたいんだよ。だってさ、チョコミントってすっごく美味しいって聞くじゃん。だから頑張りたい、ゆっくりと時間をかけて。てかさ、新しいクラス発、ええ、クラス替えってこと、クラス発表、偶然シンフォニーを聞くしかないでしょ。君がやるしかないでしょ。かわいいね。私は勝手に出席番号を自分の出席番号を当てるっていう、勝手に一人で誰も言わないでチャレンジしてましたね。え、すごいよ本当にね、同じクラスだよ。プリプロの時さ、歌割りが決まってない状態だったからさ、セリフのところ私もやったんだけどね、ちょっと恥ずかしかったけど上手にできました。恥ずかしがらずに、ね、今はやりませんよ。今まではもっと恥ずかしかったけど、ちょっと慣れた。
36番なったことある気がするんだよね、どこかのどこかで。そうとか、あとはピノのあの爪楊枝に、てか今日の配信さ、あのちょっとあんまり切り抜かないでほしいかも、さっきのなんか私は今いっぱい食べてますみたいな、なんかちょっとなんかどこかで誰かを傷つけちゃいそうな気がしてちょっと嫌だから、ちょっと配信を見てくれてみんなだけにしてほしいかも。もっとなんかもっと頭が冴えてる時の方が多分私ちゃんとしてるから。一意見すぎるし一体験談すぎるから本当に難しい。だから安易にいろいろね、なんかなんだろうさ、わからないけど、そうなんかね、私は大事にしていきたいですからね、皆さんの考えとか心とかを。効果は個人差があります。だからね、そう私は気にしすぎ、気にしいなんですよ。自分でもね、あの赤子の頃から気にしいなんです、本当に。とっても自分でもね、自分のいいところだと思うし、自分でも自分でね、あの困っちゃう時もあるけど、そうでも気にし、私が気にしすぎる分にはきっと余計なことをしなかったら誰かが傷つくことはないから、そう気にしなくて誰かを傷つけちゃう方が私は一生一生考えちゃうから。結構記憶の中で幼稚園くらいの時から気にしいでした。唯一気にしいだじゃないと思ったのは、なんか兄弟が歯医者さんで、まあこれはくり抜いて、くり抜いても切り抜いてもいいけど、そうなんか歯医者さんで、なんか治療、虫歯かなんかの治療を受けてたのかね、なんかウィーンみたいなでちょっと怖くて泣いてたところを、歯医者さんにあったアンパンマンのヘルメットと、なんかわかんないけどその時のな、どこかのアニメのおもちゃか何かで、なんか戦う武器みたいなのを持って歯医者さんのところまでヒーって言っちゃったのだけは、人生でちょっとあんまり状況を考えられてなかったなっていう場面だから、うん。みどーさん、くまみみ、ありがとう。ありがとう。そう。自分でも覚えてんの、何度も迷ったことを。だから、きっとちゃんと自分でも迷ってたの、こう遊びながらなんかレジ打ちみたいな、こういうレジのおもちゃをこうやって遊びながら助けに行くか迷うなって思いながら考えてたの、ずっと。けどでも泣いてるから行かなきゃって思って行っちゃったの。ファミリー魂が出ちゃったよね。でも誰に対してもそういう人間でありたいですよね。面白い女ありがとうございます恥ずかしい。でもそのくらいかな。でも人生において反省はいっぱいあるよ。あの時こう言わなきゃよかったとか、こう言えばよかったって。でもそれがあったからきっと今のみるちゃんはあるし、だからね、うんって感じですね。ベンタンさん、くまみみ、ありがとう。ジー、くまみみ、ありがとう。ね、でもさ、わからないけどさ、きっときっといらっしゃるよね。なんか考えすぎて苦しくなっちゃうの。おみるちゃんもめっちゃあるけど、もうどうしようもないんだもん、いいよそれでって思うようにしてる。
スカイブルーさん、クマミミ、ありがとう。ていうかみんなさ、あのアルバムの特典映像ご覧いただけましたか？武道館のメイキング私見たんですけど、めっちゃ最高だったので絶対見てください。本当にそうそう、本当に本当にこれはね、てか全部のねメイキングとか本当に見てほしいんですよ。なんかでもそれだけ以外でもノットイコールミーというね、私たちはねもう常にみんなでこうねというねものですから、皆さんもそうだと思いますけどさ、そうだから、そううちらは本当に AAO なんでね、よろしくお願いいたします。これからもそれもいいと思うよ。そうただそう誰かを傷つけなかったら大丈夫だって、それもいいところだもん。サンちゃん、俺の嫁よよ、初めてさ口にしたよ、そう今の言葉ちょっと恥ずかしくなっちゃった。ありがとう。なななキャン本当に人生で初めて言ったんだけど、え本当に人生で一回も言ったことない。本当にみんなはもしかしたらさあるかもしれない、おみるちゃんに対してとかどなたかに対して、本当に本当に恥ずかしいんだけど、しかも今自分で自分に対して言ったからね、恥ずかしいけど嬉しい、ありがとう。どういうことよ。そうあと二十歳になってね、なんか自分に誕生日プレゼントあげたいって最近考えてて、まだ自分にこれというね感じのプレゼントあげてなくて、そうだからそうやだかわいい恥ずかしい、そうだからなんか結構考えてたわけ。でもみるちゃんはいつかピアスを開けてみたいって思ってね、前も話したかもしれないんだけど、でもうここにも開けたい、ここにも開けたいみたいな感じでね、やだ恥ずかしいそうでだからせっかくだからちょっとセレブなピアスとかちょっとつけちゃいたいなって思ったんだけど、私おねんねするとき絶対左か右かを向いて寝ちゃうのね。あんまり真正面で寝るときもあるけど、なんかどっちかに傾いてたいタイプだから、そうなると難しいのかって思ってちょっと一回諦めた。そうでも普通に夢ちゃん痛いのすぐ泣いちゃうから、だって突き指のようなものをしただけで涙が止まらなかったの。本当に多分痛みに弱いのすごく。そうこの間もなんかねライブ中に突然ねなんか指からねじわりとなんか痛みとね温かみが感じて、おって思ったら指から血が出てて、えっとって思ってたら、でも絶対見ると痛くなっちゃうから私は絶対見ないって思って見なかったら頑張りました。りつきくん、くまみみ、ありがとう。そうおねんねって言わないみんな。
横向いて寝たら次で長くなっちゃう。そういうこと？ピアスって可愛いよね。妖精さんのお耳。あ、順番にとかね。え、そう、今日で一緒に遊んだお友達もピアスのことをいろいろ聞いたんだけど、でもミルちゃんは本当にもう眠ってる間とかじゃないと泣いちゃうかもって思って、けどまだ何も誰にもまだ何も決めてないですから、本当にただのなんか未来の話です。耳を掴んだら耳が赤くなっちゃった。みんながいっぱい痛いって言ってる。そう、確かにね、いろんな方法があるもんね。え、金属アレルギーなんかね、最近慣れてきたんだよね、金属。そう、お仕事でねつけること多いからもう耳が慣れました。なるほどね。怖い怖いよ、一旦おしまい。え、自分からしたのに。みるちゃんは今日はもうちょっと一旦どうにか頑張って絶対お風呂に入ってメイクブラシを洗いお洗濯も頑張っちゃってね、寝ようかなって思ってます。本当に頑張りますよ。いや、みるちゃんマジ晴れ女かもしれなくて、今日全然傘ささなくても大丈夫なくらいしか雨降ってなかった。メイクブラシ毎日の方がいいっていう風に聞くけどさ、なんかさ毎日使うものだから、なんか明日は私メイクしなくて大丈夫な日なんだけど、ちょっとメイクをしない日とかの前日じゃないとあれないよね。最近気づいたんだけど、私さ右眉毛めっちゃ垂れてる。こういう眉毛にしたら方がいいのかな。でも平行がいいんだよな。おすすめのメイクブラシ、え、でも私メイクブラシね、あのもうめっちゃお気に入りのものを見つけちゃって、でもこれをどこで買ったのか覚えてないんだけど、でもあの顔のフェイスパウダーのねブラシはあれだよ、なんだっけ、おや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 、ロージーローザだ。そうとかリップブラシはリリミューです。本当にとっても可愛くお口をできます。え、そう、緊張すると、緊張したり困るとおみるちゃん眉毛がすぐハの字になっちゃうから。プリクラ、え、メンバーとプリクラは、あ、メンバーと遊びに行った時はプリクラはあんまり撮らないけど、お友達によってかな。スクショタイム？イエイイエイ。
そうでも最近のみゆちゃんはこういう感じのメイクです。あんまり崩れにくいんだよね多分。アイシャドウも色塗ったまんまほとんど残ってる。イエイイエイ。そう、あとはりつきくんくまみみありがとう。そうちいかわのね、ちいかわの最新話を見ました。うわわうわうわわたくたくちゃおう、わわわらわいわい。ファンデーションはディオールです。なんかライブじゃない日はこのプレステージを使ってます。スキンケア成分が高いやつです。とってもあのお肌がね保湿されてる感じでいいですよ。このようなチュルチュル肌になります。そうおみれちゃんはお肌はチュルチュル派なので、にゃ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 うわわうわうわわたくたくちゃおちいかわのにゃ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 まさかとひとりごつ焼けたパンにバターぬりぬり。歌詞みたいな。にゃ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 生乾きあきんと冷えてる。うさぎのモノマネ。プリッピン。ちょっと恥ずかしくなってる。暑いな、ちょっと暖房が暑すぎる。ちょっと待っててくださいね。暑いよ。よいしょ。ああ。よいしょ。いや、やだやだ。いや、やだやだ。ハイテンション？今日は一日楽しかったですからね。リハの後とかだとみゆちゃんは体力がヘトヘトでヘウヘウってなってたりするけど、なんダメかな、かわちいかな。これは前髪を分けるよ。これだこれだ。チュルチュル。シャンプー美容院の使ってます。入浴剤はね365日入れてます。絶対ね入浴剤は使うよ。お風呂が楽しくなる。触覚ね、でも最近触覚ねちょっとずつね変化してるんだよ。前は結構立体型だったけど最近はね結構沿わせ系にしてる。こっちの方がね結構あたち似合うかも、こっちも可愛いかもって思って、
研究中です。進化をしていますよ。可愛いよね。でも難しいんだよ、めっちゃ。本当に時間をかけてます。アイシャドウピンク系、ソワセ系は巻いたらあんまりこう角度をつけない方がいいっぽい。美容室で習ってるからね。もう私自分だと上手にできないから教えてもらってこう沿わせていく。難しいよ。首？何分頃まで？半くらいにしようかな。11時半に終わって12時までにお風呂を出て髪を乾かして、巻いてない状態だと。でも割とこんくらいかな、あんま変わってないかな。こんくらいかな。ノイステ、あーねー天才じゃん。そうノイステの栃木会が YouTube、 ノイステのあの公式 YouTube で公開されたので、ノイステ聞けてなかったよって方はぜひ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 聞いていただきたいですね。栃木県のおすすめの場所とか、会場から近い、会場から近い、とってもね、なんだろう、ツアーだとさ昼夜ってなるときっとあれかな、あ、なんだろう、距離とかが限られてるかなって思って、あの近い場所でおすすめだったりとか、駅から、皆さんが使うであろう駅からのとかを紹介させていただきました。ぜひぜひ。ね、そう今回はね、日光とかね、他にも真岡とかいっぱい楽しい場所あるんですけど、そう今回は会場に近いところをご紹介させていただきました。あとお土産とかもね、え、なんかちょっと私まだ YouTube の方聞けてないんだけど、お風呂入りながら聞こうと思うんですけど、確か YouTube の方がラジオより長いのかな今回。え、30分だった尺。栃木なまり出ない？なんかそう、栃木のなまりおじいちゃんとかはしっかりあるんだけど、増えてた、やっぱそうだよね。そうラジオの方はねちょっと長いんです。ラジオ、間違えた、ラジオじゃなくて YouTube の方はちょっと長くなってるんですよ。告知しよう。そうそうそう、たくさんお話しさせていただいたのでぜひぜひ。そうなんかね、なんだろう、でもね栃木なまり出てる時はいっぱいあるよ。例えばこれは自分で言うの恥ずかしいし意識してないからあれだけど、みんなによくなんかみんなも真似してる、気づいたのはなんか栃木なまりっていうか普通になまりなんですけど、大丈夫系って聞くのが結構あれかな、私は自分の中であるかなって思いますね。恥ずかしいけどちょっと本当に大丈夫系ってなんかよく言ってます。でもこれは栃木特有、有名ですっていう感じではないかもしれない。そうでも栃木もその一緒にいる環境とかによって違うかもしれない。例えば小学校の担任の先生がなまってるかどうかとかも結構関わってるかも。レンテすごい、ミラーボールタイム、ありがとう。イエイエイ。そうなんとかだべ。え、なんだろうな、私はあんまり使う方ではなかったけど、
なんだろう、ノリで行けっぺ行けっぺとか、なんかあとは言ってる声だと、なんだろう、なんだか食べって言ってる子もいたな。人によるし、場合とテンションによるかもしれない。テンションが私の場合は大きいかもしれない。緊張してたりとかしてると場面によって全然出ないかもしれないですね。メンバーとか家族との前、ママとの電話はめっちゃなまってる気がする。おじいちゃんとか話すときとか、大丈夫けってね、そう、ほんとけほんとけも言うね。その2つかな、私がよく言ってるの。ほんとけは多分めちゃめちゃ言ってる気がする。なんかメンバーもたまに言ってるもん。なんか例えばなんかこう立ち位置の移動とかするときに、なんとかじゃん、なんとかそこ遠いよ、いけるって言って、いけるよ、ほんとけ、多いですね。ダワナは私が勝手に言い始めてるだけです。だよねーとかをダワナーって言ってるだけ。なんとかわなーとか。そう、ほんとけって、ほんとにっていう意味で、ほんとけって言ってた。でも割と標準語強めですね。だからこう栃木の感じでこの文章を読んでくださいとかだときっとあるんですけど、私はそのまだまだこう学びきれてない感じですね。でもおじいちゃんとかが話してるとこ聞くと安心する。なんさん、くまみみ、ありがとう。そう、でもよくお話し会とかでも相槌で言ってるかもしれない、ほんとけって。そうするとみんなに多分運が聞き、私が滑舌悪いからさ、聞き取れないのか、ほっとけって言われたって思わせちゃうかもしれない。あと5分くらいだ。でもこう抑揚のある喋り方もね、できるよ、できるけどあんまり出ないよっていう感じですね。よいしょ、ちょっと待っててね。あ、そうそう、ねあ、待って、リボン取れちゃった、つけなきゃ、悲しい。そう、ね、そうお誕生日プレゼントがの方が届き始めてきていて、そう、なんかそう、そのね、なんかいろいろ詳しいことは私もわからないんですけど、とにかく私の手元に届き始めています。きっとね、まだ全部じゃない気がするんですけど、だから皆さんありがとうございます。嬉しいです、とっても。ありがとう、ももちゃん、くまみみ、ありがとう。書きます。ね、でも全然まだ二十歳って感じしないよ。
やばい、足しびれた。ねえ、みんなが気になることがいっぱいありますね。すごい二十歳っぽいコメントがいっぱいですね。みんな気になるの、みるちゃんが。みるちゃんでも本当に全然ね、全然面白くない、なんならもう全然って感じなんですよ。なんかみんながさ、みるちゃんが二十歳、自分が14歳でアイドルになってほぼ5、6年間なんか、なんだろうね、口にしてこなかったものとか、言葉にしてこなかったものとか、全くなんだろう大人のなんか大人だっていう感じで、なんだろうな、自分には遠い存在と思っていたものがね、お酒なんですけど、そう、自分で口にしてこなかったから、二十歳になるまで一言も多分。そうだから、こうなんか自分で口に出すのもすごい緊張しちゃうの。だからみんながすっごく気になるのか、私も気になるし、なんか求められてない気がして、だからなんかわかんないけど、ちょっと恥ずかしいからね、答えてない。どう思うって感じ。他のメンバーとかってさ、そういうお話してるのかな、わかんないけど。おみるちゃんはおみるちゃんだけど、おみるちゃんはちょっと緊張しちゃうって感じちゃうから話してない。そう、後ろのカーテン白とグレーにお母さんがつけてくれたんだよ。全部すごいでしょ。リボンも作ってくれたんだよ。そう、でもその二十歳の大事な瞬間はね、なんだかとキラリンに見守ってもらいましたよ、ということだけ。よいしょ、かけました。マセイさん、トリプルタワーありがとう。仲間たち呼んできましたよ、ありがとう。マサヤさん、マサヤさん大好き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 って言ってます。ありがとう、ありがとう。マサヤさんラブだよ、ありがとう。かわいいかな、超上手に描けたと思う。トリプルタワーありがとう。私もラブありがとう。大好きって言ってくれたら嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。かわいい、やったやった、ありがとう、ありがとうございます。そろそろおみるちゃんもお風呂に入っておねんねしようかな。もうね、おみるちゃん眠くなるといっぱいいっぱい喋り出すか、本当に
おねむねむになっちゃうかの人で、すぐみんなに眠いでしょってバレちゃうからさっきもコメントに書いてあった、おねむ。はい、ではでは、明日もね、あ、そういえば桜見れたんですよ、やったっていう感じで、いいこともありましたし楽しかったです。それでは皆さん、明日もいい一日になりますように。アミルちゃんヘケって感じでランキング読みます。13位レンテン、12位アオピーさん、11位キャンチ、10位ナオピー、9位おぼんちゃん、8位ももちゃん、7位りつきくん、6位みどさん、5位ちい、4位むつきちゃん、3位ドゥルルルルルルバン、ひかるさん、ありがとう。2位ドゥルルルルルルバン、生ハムジローラムさん、ありがとう。1位ドゥルルルルルバン、まさよさん、ありがとう。ありがとうございました。ここはぴょんぴょんしてるな、しまいたいなとか思いつつ、ありがとうございました。とっても楽しかったですね。4月ね、すごいね、さっきコメントにもあったけど、本当にね、みんな新しい環境だったりとかね、いつも通りだよって皆さんとか、いろんな皆さんがいらっしゃると思うんですけど、本当に皆さんが毎日頑張っているということはね、とってももう何にも変わらない事実であり、偉いことなので、本当に自分を一番大事にね、一番食べたいものとか、一番ね、なんか見たいものとか聞きたいこととか、なんか全部ね、そうご自愛ください。偉いよ。おみるちゃんにいろんな新年度話聞かせてくださいねありがとう。ハメハメ、おみるちゃんもあのグッズ、プロデュースグッズのことをちょっと着々と進められるように頑張りますので、楽しみにしててくださいそれじゃあまたお会いしましょう。笑顔見せて。あへはい、そんな感じで皆さん、おみるちゃんは、おみるちゃんの元気で生きていくためには睡眠が大事だとすごく個人的に感じているので、なるべく7時間から8時間はできるだけ眠れるように、まあ朝6時起きるよっていう方はちょっと難しいかもしれないですけど、お休みの日の、お休みの日だけでもいっぱいちょっとでも眠れますようにって祈ります。それでは皆さん、おやすみ。大好き。バイバーイ。